空からふざけて隠語売りの真似をしているだけなんだろう。僕のテレビは寒さで画期的な色になり、とても醜いあの子をぐっと魅力的な子にしつつに消えた。今年の寒さは記録的なもの、凍えてしまうの。もう毎日吹雪通りの世界、誰か指切りしようよ、僕と指切りしようよ、軽い嘘でもいいから、今日は一日張り詰めた気持ちでいたい。小指が僕に絡んで動きが取れなくなれば、みんな笑ってくれるし、僕もそんなに悪い気はしないはずだよ。流れてゆくのは時間だけなのか、涙だけなのか。誰か傷つけたいな、だけどできない理由はやばく、こんな怖いだけなんだな。その優しさを密かに胸に抱いてる人は、いつかノーベル賞でももらうつもりで頑張ってるんじゃないのか。震えているのは寒さのせいだろう、怖いんじゃないか。もう毎日吹雪通りの世界、窓の外の一方に声を枯らして一方に、きっと誰かがふざけて一方にの真似をしているだけなんだろう。ありがとうございました。